ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。歴史のある名家っていいわよね。私もそんな家に生まれてみたかったわ。どうしたんだ急に。確かに、名家のお嬢様って憧れるよな。そうよね、アフタヌーンティーを飲んで、羊のセバスチャンと午後は大きな庭でボルゾイと戯れるの。優雅だわ。どんなタイプの名家を想像してるんだよ。ヨーロッパ系のイメージだな。そうね、でも、日本の名家のイメージってあんまりわかないわね。どうしても西洋風のイメージに引っ張られちゃうわ。昔の話だが、知り合いの女の子とお姫様ごっこをしようって話になったんだ。それで、その子をお姫様に見立てて。姫、お茶のお稽古ですぞ。姫様、なりませぬ。和歌の時間でござります。って私は言ったんだぜ。そしたら、思ってるのと違う。こんなのお姫様じゃない。って言われて絶交されたんだぜ。私としては間違ったことはしてないと思うのだが。間違ってないけど、イメージが違うのは早く気づいた方がいいと思うわ。人によってイメージは違うってことを思い知らされたんだぜ。でも、日本で名家って言えばどこに当たるのかしら。それなら、天皇家がダントツで名家だろうな。他にも公家なら御設家だし、神官なら出雲の千家もそうだろうし、武家なら徳川家だろうな。徳川家ってまだ続いているの？ああ、本家も文家もまだまだたくさん残っているぞ。そうなのね、幕末で亡くなったものだと思っていたわ。そうか、じゃあ今日は徳川家の知られざる秘密について教科書には載っていないようなことを説明していくぜ。わーい。それでは、ゆっくりしていってね。名君星名正幸。江戸時代初期の、いや、江戸時代を通してもトップクラスの名君であった会津藩の初代藩主である星名正幸の話をさせてもらうぜ。いきなり最初から徳川じゃないの。松平ですらないじゃない。初めてすぐに動画の獅子を無視してんじゃないわよ。まあ聞け、霊夢、このお方は徳川とは名乗っていないが、れっきとした徳川の血を引く人なんだ。どういうことなの？隠しを。そうなんだ、まず、この星名正幸の説明はその複雑な出生の秘密から話さないといけないんだ。やっぱり高貴な人の隠し事かワクワクするわよね。まず、星名正幸の父親は二代将軍の徳川秀忠で幼名は幸松と言ったんだ。秀忠っていうと強さ。愛妻家で有名じゃない？よそで子供作っちゃったの。ああそうなんだ。だから、秀忠の正妻であるお香にバレてしまうと雪松の命が危ない。そんな、いくらお香でも用事を手にかけたりはしないでしょう。それがな、霊夢よ、前科がお香にはあるんだ。どういうこと？お香が家光を産む前に秀忠とある女の間に男児を設けるんだ。しかし、その男児を宮で焼き殺してしまったとされた事件があったんだ。へえ、このまま、子供ができないとその子が徳川家の世継ぎになる可能性が出てくるわけだからな。お香としては気が気じゃなかったんだろう。本当にそんなことがあったの？もちろん、正式な記録では残ってないから作り話の可能性は高い。でも、こんな話が出てくるということはお香は嫉妬深くて怖いというイメージが公然と語られていたっていう証拠だな。そうなのね。そんなこともあったので、この雪松のことは極秘扱いとなり、数名しか知らなかったんだ。将軍の子供なのに不憫ね。ああ、そして、そのことはもちろん雪松にとって大きな影響を与えることとなる。雪松は顕彰院と呼ばれる二層に育てられることになるんだ。この二層は武田信玄の娘なんだ。どえらい大物じゃないの？顕彰院ならば将軍の隠し子の養育の人材として最適と判断されたんだろうな。何よ、その二度と別で出てこないであろう適性は、そうポンポン将軍の隠し子は出てこないわよ。と、まあ、この顕彰院の養育のおかげで、雪松はすくすくと育ち、また、この顕彰院の縁で旧武田家の家臣の信濃高遠藩の藩主の星名正光の養子となるんだ。大名の養子になったのね。立派なところへもらわれて一安心ね。ちなみに、もらわれていくまで、雪松と顕彰院と雪松の母であるおしずは江戸城の北の丸で生活していたんだぜ。そんな近くにいたの？ああ、だからいつお香にバレるんじゃないかとヒヤヒヤしていただろうな。それでもバレなかったって、どんだけきつい観光令が敷かれていたのよ。だから、秀忠もお香の死後でしか星名正幸には会っていないんだぜ。本当にお香って怖がられていたのね。こうして高遠藩星名家の後取りとなった雪松は高遠藩を相続し、秀忠の命により星名正幸と名前を改めるんだ。そういう経緯があるから徳川でも松平でもないのね。この星名正幸という人は大層できた人で、いろいろなエピソードが残っているんだ。どんな？高遠藩から山形藩へと転封になるのだけれども、その際に、星名の殿様と離れるのが嫌だと農民が高遠藩を捨てて山形藩まで追っかけてきたという話が残っているんだぜ。その人数が3000人というから驚きだよな。3000人も。慕われっぷりが半端じゃないわね。
この山形藩から次は会津藩へと転封になるが、これらはすべて出世による加増だ。さすがに、将軍の弟である星名正幸が数万石の大名じゃ示しがつかないと思ったんだろう。この頃にはもう皆が知っていたのね。ああ、お香が亡くなるのが1626年で、その3年後には徳川家光と初対面している。この以前から家光は星名正幸が兄弟だと知らされていたんだ。ようやく障害がなくなり兄弟仲良くできるようになったのね。あ、でも、家光って実の弟の忠長と仲良くなかったんじゃなかったかしら。そこへ弟が新しく来たらますます兄弟仲が不穏になるんじゃないかしら。その心配は杞憂なんだぜ。家光は星名正幸のことを痛く気に入り、星名正幸は生涯家光の補佐をするんだ。兄弟仲良くというよりも、忠臣だな。生涯星名正幸は徳川家に尽くすんだ。ちょっと待って、星名正幸って人は幼少の頃に父親に母親ともども信州の山奥に捨てられて、徳川姓も松平姓も名乗ることを許されなかったのよね。グレるというか、徳川に対して怒りを持っていても全く不思議じゃないと思うんだけど。確かに味方によっては、制裁が怖いから生まれた子供に会おうともせず、世話役の人だけをさっさと決めて押し付けた秀忠は最低の父親に見えなくもないんだぜ。見えなくもないって、実際そうじゃない。それでも、自分の境遇を呪うことなくまっすぐに育ったのは養育係だった検証院と実母の牛津と養父の星名正光のおかげなんだろうな。この星名正幸にはそういった後ろ暗いエピソードは何も聞こえてこないんだ。周りに恵まれたのね。それだけじゃなく、やはり本人の資質も大きかったんだと思うぜ。例えば出生の秘密がバレ始めた頃、星名正幸の元へは必死に吉見を結ぼうといろんなうぞうむぞうがやってきたんだ。しかし、バレてきているとはいえ、公然の秘密で、父親のことを話したら父に不義理だと思った星名正幸はこのうぞうむぞうと思う。父のお許しもありませんので、と突っぱねていたそうなんだ。どういうこと？自分からは父親を明かさないという、秀忠に義理立てした形になるんだ。どこまでもいい子じゃないの？家光にしてみたら、仲の悪い弟とは別に、誠実そうで聡明な弟が出てきたわけだから、他の人にはできないような身内の相談事が星名正幸とはできたというのが、家光の精神衛生上とても良かったらしいぜ。家光の混在の際には他の家臣とは寝ながらの話だったのに、星名正幸には起き上がり、礼を尽くして家綱を頼むとお願いしたんだ。幼少期は一緒にいれなかったけれど、二人はまさに固い絆で結ばれた兄弟だったんだぜ。この後も家光の遺言通りに四代将軍の家綱の後見人となり、以後は武断政治から軍事政治への切り替わりの転換の旗頭となって、徳川太平の世の礎を築いたと言っても過言ではないんだぜ。星名正幸は家訓として、何よりも徳川将軍家に尽くせと残している。他の大名ならばまずは家のためとなるところだが、会津藩は初代藩主の星名正幸の意向により、家よりも将軍家という優勢順位となってしまった。このことが幕末での悲劇につながってしまうんだが、それはまた別の話だな。星名正幸の死後、三代目の星名忠義の時代に松平姓と葵の帝の使用許可が出て、正式に徳川の審判として組み込まれることになったんだ。ちなみに、現在の徳川宗家である徳川家広氏はこの会津松平家の血を引く方なんだ。現代まで脈々と星名正幸の血筋は残っているのね。そんな血筋が徳川宗家なんて胸に来るものがあるわね。父親からのプレゼントを送り返した将軍。またしても秀忠のエピソードを紹介するぜ。秀忠は地味なのに色々面白いエピソードがあるのね。秀忠が江戸を離れ、大御所として駿府で生活している家康の元を訪ねた時の話だ。駿府での闘遊もだいぶ長い期間になってしまい、秀忠を気遣った家康は近所のアチャの曲を呼びつけ、秀忠も駿府での長闘遊でいろいろ不便な思いをしているだろうから、歌詞を女中に持たせてやれ、と言うんだ。お菓子をあげるだなんて、まだまだ秀忠もお子様で、家康もお茶目じゃない？いや、お菓子が目的じゃないんだ。どういうことなの？お菓子を持たせた女中に秀忠の夜のお供をするようにということなんだ。まあ、下世話な話だが、お父さん、息子にそんなことを、普通の一般家庭ならドン引きだろうが、時代は江戸時代で大御所と将軍の間での話だからな。まあ、そういうものだったと思っておいてくれ。そうね、そうするわ。きっともお茶目な話じゃなかったわ。そして、この大役を任されたのが、美人と評判の花という女中だ。バッチリお化粧もしてお菓子も持って秀忠の寝所へ行くんだぜ。花にお菓子をお持ちいたしましたと言われた秀忠は、この女中が家康の指図によってお菓子を持ってきたことを察して、すぐに着替えるんだ。え、脱ぐんじゃなくて着るの？ああ。大御所からの使者ともなれば無下な扱いはできぬ。と言って、その女中をまるで大御所からの使者として扱い、上座に座らせ、うやうやしくお菓子を拝領すると、確かに大御所からのいただき物を拝領いたしました。
と深々と頭を下げるんだ。この一連の行動によるのお世話をする気満々だった花も強く迫ることができず、とうとう。さあ、夜も遅いことだから、下がられよ、大御所によろしくお伝えくだされ、と秀忠に言われて本当に帰ってしまうんだ。これが家康の耳に入ると、家康も大笑いして、律儀な将軍なことよ、と言って呆れたような、感心したような表情だったとのことだ。秀忠が本当にお菓子だけくれると思ってた可能性はないの？もしかしたらあるかもしれないが、まあないだろうな。100人いたら100人が夜の相手をあてがってくれたと思うはずだぜ。秀忠の律儀さを表すエピソードだな。ちなみに、こちらの話は常山騎乗という江戸時代の中期に作られた本で紹介されてる話なんだ。中期、秀忠は初期よね。ああ、だから作り話の可能性も大いにあるけれど、秀忠の律儀さを示すエピソードだぜ。三家と御三卿。霊夢は徳川家って聞いたら何を想像する？それはやっぱり家康とか家光のような将軍が出てくるわ。他にも徳川家っていうのは存在しているのは知っているか？御三家と言われる水戸徳川家や紀州徳川家、尾張徳川家が有名よね。その他にも田安徳川家や市橋徳川家、清水徳川家の御三卿という徳川家があったんだぜ。一橋は慶喜で有名だけど、他はわからないわ。そんなに徳川家ってあったのね。じゃあ、このそれぞれの徳川家について説明するぜ。まず、最初に出てくるのは徳川将軍家だな。こちらは徳川宗家とも呼ばれているぜ。初代の家康から15代の慶喜まで将軍として江戸で政務を司った家だな。まあ、この家は特に説明する必要もないくらいに有名な家だな。続いてが御三家になるのだが、徳川家康の晩年の息子たち3人が独立してできた家で、尾張徳川家は家康の九男の徳川義直が藩祖、紀州徳川家は家康の十男の徳川頼教が藩祖で、水戸徳川家は家康の11男の徳川頼房が藩祖になる。この三家を総称して御三家と呼ぶのだが、本来は徳川宗家で後継ぎが絶えたら尾張か紀州から養子をもらうことにしていたんだ。あれ、水戸藩は？水戸藩が尾張と紀州と同格に列せられたのは五代将軍の綱吉の時代からなんだ。意外と開きがあるのね。それ以前は水戸のポジションには駿河徳川家というのがあったんだ。駿河、初めて聞くわ。そうだろう、この駿河徳川家の藩祖は徳川忠長で、二代将軍秀忠の息子で三代将軍家光の弟なんだ。春日の局と右近が将軍の座をかけて争った国千代のこと？その通りなんだぜ。その国千代こと忠長が将軍の後目争いで将軍になれずに分家してできた家が駿河徳川家なのだが、忠長の所用があまりにも良くないということで、失去が命じられたが、最終的には自身して果てている。そのために一代で終わってしまった徳川家となったんだ。この駿河徳川家が亡くなった後に水戸徳川家はようやく徳川姓を名乗れるようになったから、水戸藩は尾張と紀州の少し下と見られることが多い。実際に宗家が養子をもらったケースってあるの？ああ、七代目の家継ぐまでは秀忠の系譜だったんだが、八歳の若さで家継ぐが亡くなると、紀州徳川家から八代将軍の吉宗を招くことになるんだ。吉宗は紀州からの養子だったのね。その後の十四代の家持ちまではこの紀州徳川家の系譜となるんだ。尾張徳川家は将軍になれなかったの？結果的にはそうなるな。六代将軍の徳川家信が亡くなった時に七代目となる徳川家継は四歳だったんだ。そこで、幼い将軍を擁立するよりも、つなぎとして尾張の四代目藩主である徳川義道に将軍就任の話が出るんだ。さすがに周りのサポートがあると言っても幼すぎるわよね。しかし義道の将軍就任に反対したのが荒井白石で、荒井白石は幼い家継を将軍にすることを主張するんだぜ。義道も将軍になれるチャンスなのに、邪魔が入ったわね。ここで、義道は尾張徳川家の将軍就任にあたって揉め事が起きるなら辞退せよという家訓に沿って将軍就任を辞退するんだ。お家騒動が何よりも後に遺恨を残すとの教えに従ったんだな。すごく潔いのね。結果として尾張藩からは将軍を出していないことになる。じゃあ、水戸藩は、義信が将軍になったから水戸藩からは将軍を出していることになるわね。ところが、そういうわけでもないんだ。少しややこしい話なんだが、どういうことなのよ。まず、義信は水戸藩から一橋家に養子に出ているんだ。一橋って徳川家よね。御三家から養子に出るってことは御三家よりも価格は下になるの？ここで、御三卿について説明しよう。御三卿は吉宗の血統からなる三家のことを指すんだ。吉宗には四人の男子がいたんだ。その中で長男の家重は将軍職を継ぎ、次男の宗武が伝安徳川家の発与となり、四男の忠が一橋徳川家の発与となったんだ。あれ、清水徳川家は？
清水徳川家は九代将軍の家重の次男の重義が初代になるんだぜ。でも、御三家があって、吉宗自身も御三家の紀州徳川家出身なのになんでさらに御三卿なんて作ったの？将軍候補は多いほど争いの種になるじゃない。御三卿は御三家と違って固有の藩を持っていなかったんだ。それぞれ、地領はあるけれど、将軍家から出ているもので、清水も田安も一橋も領土のあるところではなく、単にそれぞれの屋敷があった地名を取っただけなんだぜ。そうなると参勤交代はなかったの？ああ、常に江戸の屋敷にいたからなかったんだぜ。ずるいじゃない。でも、これも徳川宗家を絶やさないための工夫なんだ。どういうこと？普通の大名家ならば後継ぎがいないと断絶してしまう。後から復活するのはほぼ不可能だったと言っていい。後継ぎが決まらないうちに藩主がなくなってしまうと家断絶で家臣は路頭に迷ってしまうことになる。だから、当主の何よりの仕事は後継ぎを作ることだったわけだ。それが難しければ分家から養子をもらったりしてなんとか次世代が常にいる状態を作らないと危険だったわけだ。ただ、江戸の中期からは末期養子といって、当主が死んでも養子を立てて家を継ぐことが認められるようになると各藩も安定するようになる。後継ぎの確保はどの大名家でも優先順位は一番だったわけだ。しかし、この御三卿は後継ぎがいなくなっても家名は残して、しかるべき人物が出てきた時に再度家名が復活するというシステムにしたんだ。将軍から治療が出て、領土がない理由はここにあるんだ。大名家というよりは将軍家の中にある家族という方が実態に近いだろうな。徳川宗家に後継ぎを絶やさないためにもより強固なシステムに吉宗が作り変えたんだ。それに、御三家から将軍になった場合は藩主の代替わりもさせないといけないし、江戸城には新しく将軍になる人の側近や故障なんかも引き連れてやってくることになる。今まで江戸城に仕えていた人たちと衝突して風紀が乱れたり規律が守られなくなる可能性がある。そこをもっとスムーズに代替わりできるようにしたってことなんだ。吉宗も紀州藩の藩主を辞めて将軍になったの？ああ、そうだ、紀州藩はいとこである宗直が藩主となったんだ。それじゃあ、吉宗の直系の子たちが御三卿になったってことなのね。それって吉宗による徳川宗家の乗っ取りみたいじゃない？ま、そう見えるよな。実際そうだったと思うぜ。御三家に次ぐ価格の家を子供たちに与えたようなものだ。実際、14代まではこの吉宗の系譜になるわけだからな。15代は吉信ね。そうだ、吉信は水戸の生まれだが、12代将軍の家吉の命で一橋へ養子に行ったんだ。これは水戸徳川家では将軍になれないから一橋家に入れておきたいとの意向があったようだ。11代将軍の家成は一橋出身だからな。御三家からや御三卿に養子に行った方が将軍になれるってのも不思議な感覚ね。価格は水戸の方が上なのよね。一旦養子に出ているから吉信は水戸の出身だけど、一橋の当主として将軍になったのだから、水戸藩から将軍は出ていないんだぜ。わかったような、わからないような。言葉遊びみたいなものじゃない。これが御三家と御三卿という徳川宗家を絶やさない家の仕組みだ。この家康が考えたシステムに吉宗が手を加えて徳川宗家は現在も残っているんだ。星名正幸のところでも話してたわね。でも現在の当主が会津松平出身だなんて、御三家とも御三卿とも違うなんてなんか面白いわね。結局吉宗の系譜から秀忠の系譜に戻った形になるな。ということで、今回は徳川家のディープな話を3つ解説してみたけどどうだった？確かに秀忠の家康からのプレゼントは教科書じゃ教えられないわね。今ならコンプライアンスでダメだろうな。教える先生も下手したら訴えられるわね。徳川家はここでも話した通りに宗家、御三家、御三卿そして他にも審判の松平家もある。長い間続いたからこういったエピソードにはこと書かないんだ。これでも一部の紹介になるんだぜ。また面白いネタがあったら解説していくことにするぜ。楽しみにしてるわ。最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったらチャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。まだ見てない動画があったら、ぜひチェックしてくださいね。